我が5年3組では週に一度先生がクラスのための学級通信のプリントを作ってくれています。毎回必ず誰かの作文や自由研究のレポートが載るんだけど、今日は小川の作った詩が良かったので載せておいた。やるね、ゆっこ。それほどでも。すごいじゃん。これで学級通信載るの何回目だ？7回目かな。詩でも作文でも何でもいい。みんな頑張って書いてくれ。はーい。いいな、ゆっこ。あら、また小川さん。すごいわね。これで何度目？7度目。あんたは一度も乗ったことないわね。マリちゃんとタッペイくんだって乗ったことないもん。何よその目は。もしかして乗ったことないのってマリちゃんとタッペイくんとミーコだけ？大丈夫かしら。何が？ミーコだけ最後まで乗らなかったりして。何よ、別に乗りたくないもん。乗らなくたっていいでしょ。もう無理しちゃってん。ママ、あんまりプレッシャー与えない方がいいよ。ミーコあれでめちゃくちゃ気が弱いから。そうかしら。ああ言えば少しは頑張ってくれるかなって思ったんだけど。ずるいよな、ゆこばっかり。なんで私の作文は載せてもらえないんだろう。文章の書き方がまずいのかな、それとも字が汚いから。そうだ、なんでもっと早く気づかなかったんだろう。うちにはプロの編集者が2人もいるじゃない。早速載せてもらうコツを教えてもらっちゃおうっと。コツそんなもんないわよ。ママ、いつの間に。あんたにアドバイスしてあげようと思ってね。本当？じゃあバッチリ乗る方法を。そうね、まずは感性を研ぎ澄ますことね。感性？耳で聞こえるものや目で見えるものをよく感じるってことよ。ミコ、最近感じたことあるでしょ？あるわよね。まあ、じゃああとは簡単よ。ありのままに書くこと。優れた感性があればおのずと採用されるわよ。でもそんなもんないかも。大丈夫、あんたはパパとママの子ですもの。精進あるのみよね。頑張ってね。優れた感性か、そんなもんあれば苦労してないよね。もうこうなったらなんか見て書いちゃおうかな。ミンコ、一つ言い忘れてたわ。盗作だけは絶対ダメよ。編集は何でもお見通しなんだからね。あー、びっくりした。本当にお見通しかも。あー、どうすりゃいいの。学級通信に乗るコツ？お願いパパ。やっぱりだな、ただ自分が感じたことをありのままに書くっていうのはなしよ。なしなのか。似た者夫婦って言うけどさ、言うことまで一緒じゃない。なんですって。それだ、うちの家族のこと書いたらどうだ。ちょっと面白いかも。ああ、いいかも。いや、実はもうとっくに。はい。どれどれ。私のママは私に似てとってもそそっかしいです。昨日も布団を干していて布団を落としてしまいました。誰があんたに似たのよ。誰が。何何、うちの守は頑固者です。私の言うことなんて全然聞きません。だけど大好きなゆかちゃんの前では。ゆかちゃん、ガクだ。こんなこと。こんな家族だけど私は割と好きです。終わり。あのミコ、パパのことは書いてないのかい。うん、ないよ。な、いい。だってさ、パパってつまんないんだもん。つまんない。うちのパパは普通ですなんて書いても面白くないもん。普通でいいだろ。
お願いだからもう少し題材を考えて書いてよね、まったく。そんなこと言っても。やっぱりない。やったー、初乗りだ。見て見て。よかったね、マリちゃん。悪いわね、ミイコ。ううん、おめでとう。まあ、ミイコも頑張りなよ。信じてればそのうち努力が報われる日もあるわよ。ああ、いかにも勝者の発言って感じ。これでもう乗ってないの、私とタッペイ君ぐらいなもんか。嘘乗ってるよ、俺。やったじゃん。こんなの乗るなんて思わなかったよ。あれ、ミコ？ごめん、お先に。よくわかんないな。おう山田、読書か。感心感心。先生。山田、そんなことで悩んでいたのか。先生にはそんなことでも、今の私にとっては大事なことなんです。すまんすまん。先生は選ぶだけだからいいけど、私だって一生懸命書いてるのに。才能ある人はいいですよね。私なんて才能ないから。いや、それは違うぞ山田。先生は才能のあるなしでプリントに載せているんじゃない。みんなの一番を載せているんだ。一番？そいつが今一番夢中になっていることがあって、読んでるとこっちまで楽しくなってくるような文章を載せているんだ。一番だから、山田も自分が今一番感じていることを書いてみろ。私の一番。そう、今のお前の一番だよ。今の私の一番。ひらめいたみたいじゃないか。ええ。俺なんか子供の頃、文章を読むのは得意だったけど、書くのは苦手でさ。あらやだ、パパも？ほら、ミーコ、風邪ひくわよ。ベッドで寝なさい。うん。おい、見てみろよ。ん？え？やだ、ミーコったら。頑張れ、ミーコ。今日は嬉しい知らせがある。ついに今回、学級通信に今まで載ったことのないやつの文章が載った。これで5年3組全員が学級通信に載ったことになる。あ！やったー！今日も載ってないね。それが最近のママの口癖です。私は学級通信に載ったことがありません。一度も載ったことがないんです。ついにプリントに載ったことのないのがクラスで私だけになったとき、目の前がガビーンと真っ暗になってしまいました。今の山田の気持ちが切々と伝わってきてよかったぞ。ただし、次からは同じ手は通用しないぞ。はい、いいもんいいもん、私学級通信に載ったんだもん。持ち向け、いいもん。